皆さんこんにちは、旦那様です。今ルールがね、ガチアサリで、まあ前の動画でも言ったことあると思うんですが、ガチアサリね、めちゃくちゃ切れないんだよね。でも今日さね、帰ってきて D5 ジガというゲームのランク戦やって負けまくったんだよ。ゼロ勝よね、1時間ぐらいやったんかな、ゼロ勝よ。なんかすっきりしないんだよね。勝ちたよね、でも負けたら、ま、ね、さらにイラつくんだよね。でちょ、結構イラついてんだよね。だからね、このガチアサリ嫌いなんだけど、で今やれるとしたらさ、もうスプラトゥーンのランク戦じゃん、同じようなランク戦でさ、これね、なんかこのイライラでぶつけれないかなと思ってさ、マジでね、全力でね、このガチアサリやっていきたいと思うね。これ負けたらもうね、多分イライラ爆発すると思うんで、もうやめる。ただ一発だけ全力、勝ったのそのまま引き続きやっていくわね。で、前回、バリアブルローラーでね、すごいいい感じにいけたから、で、スペシャルためためでね、行くんで、ね、これためとため。頭と靴でためため。で、やっぱイカ忍者いるわけよ。うん。これで行こう。これで、ガチアサリ、苦手なガチアサリがさ、5勝くらいね、できたんで、これでやっていく。負けたらマジでね、ガッペムカつく。バリアブルローラーさ、もうそこまで説明しなくていいよね。バリアブルローラーの、スペシャルが、このマルティミサイルで、で、サブウェポンが、この、何これ?これ何これ?トラップ。で、トラップで、で、さらに、縦振りがね、すごい範囲なわけよ。ね、これめっちゃ、ね、先っちょに行くつれて、ピュってね、マテガイ放水路と、マヒマヒリゾート&スーパー。うん。スーパー行ったことある?みんな。これ子供向けのゲームとしてさ、俺スーパー行ったことないんだよね。スーパーってあれでしょ?リラクゼーションのスーパーだよね。これ子供向けのゲーム、小学生とか高校生とかさ、やるんでしょ。大学生はまあやるっつっても、大学生でスーパーさ、ね、男性、まあ今のさ、男性もなんかね、男性向けの化粧品の出てるかもしれんけどさ、ね、それもスーパー行く、大学生で、え、大学生でスーパー行く。よし、ガチアサリー、旦那様、小春日和22分の7、いや24/7だったらいいよね。めっちゃくちゃ古い曲なんだけどさ、ビッグバンのさ、何ハルハルンダミョン、なんか、24/7、常に思ってる、To be continue っていう曲あるよね。よし、これ食べよう。危な。あ、出た。どうせ相性若葉でしょ?あ、思った。ね。こうやってさ、スプラッシュボール投げるやつってね、大抵若葉なんだよね。しかも若葉2っていうね。若葉2。はい。で、これゴールどこ?ゴールここか。オッケー。うん。出た。はいはい、若葉。はいはい、若葉。はいはい。はい、若葉ね。はいはい。はい、ナイス。はい、マルチミサイル、ドーン。はいはい、ドーン。で、俺ね、俺あれだから。はい、俺あれだから。俺あれだから。俺あれだから。大好きだから。大好きだから。ヘヘヘ。おお。若葉なんてね、もうちょちょいのちょいですよ。ちょ、集中させろ。で、今みんな注意してね、俺のスペシャルゲージ注意してね。で、目の前でさ、なんかやってるやつら全員ぶったたいていく。いけ、うわー、くっそー、俺たちが弱い。絶対的に俺たちが弱い。だってさ、どうせこれさ、終わったらキルデス KD っていうか、あれ見たらさ、俺言うよ、もう多分ね、誰やっけ、名前出ねー、使わなさすぎて名前出ねー、あれ、あいつ誰、射程がまあまああるやつ、あいつのキルデスが一番うんこ、絶対。もうこれ、この試合終わったらさ、俺もやめちゃうんだよね、負けだから。これも負けでしょ、絶対あいつうんこ。これ叩きまくったらよくないんだよな、これね、子供もやってるからさ、これ絶対取らんほうがいい。そう、これがね、延長戦の合図だから、延長戦の合図っていうかさ、これがあるからことによって、アイボーン。ここね、絶対ね、これ、はい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 、もうスプラッシュボムが多すぎる。今飛んだやつ誰、あ、プライムシューターだ、みんな思い出した、プライムシューター。あいつ絶対いらんと思うよ、プライムシューターなんで。絶対いらない、絶対いらねえから、お前絶対いらねえから、絶対いらねえから。これいけれねえな、ゴニガロン頑張ってくれてるかな、ゴニガロン。これ突っ込んでくるよ、そろそろ。
ラムショー頼む、ラムショー頼む、ラムショー頼む、もう絶対あいつがね、最悪のキルデスじゃなかったらもう俺ほんまにやめる、うん、あ、でもさ、みんな俺ボトルカイザー見てんだよね。ボトルカイザー、あいつがウンコかもしれない。やばいやばいやばい、さあきついね。おい、うっそ、今のやれてない。パパン、これきつすぎる。構成な、構成というよりね、向こうのスプラッシュボムがさ、技術いらないんだよね。他だったらさ、なんか狙わなあかんけど無理。よし、あとあれがつ、あれ作れてない、あれが作れてない、弾攻めねえと話なんねえな。攻めないと、うわー、来た来た来た、頼む頼む、来て。前線がいないんかな。若葉シュートは言うて前線じゃないけど、あのスプラッシュボムの牽制が強くてさ、ね、2人ともさ、何サブインクゲンがゲンついてるからね、うん、それが強いんだろうな、それが強いんだな、それが。はいはいはい、あいつ、ほらプライムシューターやん。もう絶対あいつがあれだよ、あいつがさ。いや、これモザイクかけて歩けるからかわいそうやから、いやでもめんどくせえからいいや。うん、小春日和ね、もう今日雨だったし、うん、だ小春日和じゃないんだな、これが、うん、これ構成というより純粋にあいつのエイムだと思うんだよね。偏差打ちもできてなかった、だから俺さ今 S プラスなんだよね。俺が前に出れなかったからか、これ。いやでもじゃあ、いや、ボトルカイザーも強いっすか。確かにあのチョコペロっていうやつがさね、ね、ボトルカイザーでめちゃくちゃすごいけどさね、これ、はい、いきますよ。9キル9、